ここまで味方に一度も会わなかった。田中さん、どう考えてもおかしいんだ。まずは様子を探る。油断せず進軍すべし。言われなくても分かっています。俺が叶う相手じゃねえか。お前たち羽柴軍ではないだろう。どこの軍のものだ。まだ届けるか。あっちの世界の連中め。あっちの世界、何を言っている。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。なかなかの将が揃っているようだ。そうですね。あ、もしかして羽柴の同盟軍でしょうか。落ち着いてください、母上。それにして様子が変です。弱いね。俺の腕見せてやる。弱いね。弱いね。俺の負けだ。おやおや、騒がしいと思ったら見慣れぬ顔ぶれですな。大方例の連中の仲間だろう。父上の手を煩わせるまでもない。あ、敵の偉い人たちが出てきたみたいです。何か教えてくれるかも。来たばかりか。僕に任せて。
の言うことを鵜呑みにはできない。悪いわ、排除させてもらうぞ。ほう、ただの雑魚ではなさそうだな。この力を存分に震えるかもしれん。ただならぬ、あれが敵の総大将でしょうね。このようだな、気を緩めるなよ、死に逃げ。お前はちゃんと戦を見、結果を出せと。勝つぞ、一緒にな。まだまだだね。ここまでですぞ。これより先へは行かせません。この場所やお前たちについて教えてくれ。それでも立ち塞がるには戦わざるを得ない。おや、何もご存じないとおっしゃいますか。いや、敵の言うことなど信じられませぬな。弱いな。神器を殺すとか、どうしよう。貴様ら、俺と戦え。なみなみならぬ気迫よ。相手にとって不足なし。本田平八郎忠勝がお相手いたす。どうやら俺を本気にさせたいようだ。気分がいいな。いい気分だね。気分がいいな。